前回、隕石を謎の海パン野郎に取られたので、煙突山まで行って奪い返そうと思います。煙突山までの行き方はご存知ですか？うん、わかってるよ。ってなんだこいつ。おいー。教習を食らいましたね。せっかく煙突山に行こうと意気揚々としてたのに、こんな戻り方ないよ。さあ気を取り直して先へ進もうか。確か煙突山へのロープウェイは今日はやってたはず。そうですね、今日は運行中のようです。それをアクア団は利用して今日を狙ったってことか。いや、ロープウェイでのんびり登ったわけではないと思いますよ。そういえば前回スルーしたこのトーチ、コメントで壊してほしいっていうリクエストもあったし、ちょっと取ってみようか。ああ。やっちゃいけなかった。何も起きないじゃないか。ただの脅しだったようですね。設置し直しても何も起きないのかな。とっとと煙突山登ろう。さあロープウェイ施設までやってきました。なるほどね、セルフで登っていくスタイルね。よっしゃ行こうか。で、早くて景色が全く堪能できない。ふう。というわけで煙突山内部までやってきました。アクア団はどこにいるのか。いかにも何かありそうな入り口を発見。きっとこの中ですよ、アクア団がいるのは。にしてもどうしてこんな暑いところにいるんだろうね。アクア団も油断っちゃうんじゃないかな。いやまあ、それはないと思いますけど。こうやったら入り口ができたりしてね。やっぱりね。どうやら私たちの憶測は合ってたみたいね。この計画の発案者はお前か。何？下っ端だと。相変わらずのポケモンか。こんなところにいるんだから炎ポケモン一匹ぐらい捕まえればいいのにね。こっちのパーティーは圧倒的に炎タイプに不利じゃないですか。わざわざ自分らの弱点を晒していくスタイルなんですね。やばい、王たちが火の海に飲まれてる。ってマグマに入っても大丈夫なの？ダメージバーが減ってないところを見ると、案外平気なようですね。こっちからは体毛がオーバーヒートしちゃってるように見えるんだけど、むしろポチエナも近づけないでしょ、こんな容姿になっちゃったら。ちゃんと勝てましたね。よっしゃ、どんどん奥に行こうか。あってた出た、アスレチック要素。前に少し練習したからある程度はうまくいくわ。チチチチチチチ。ということで地下深くまで行きましょい。さっきのマグマダイブは無事だったんですか？うん、王たちと一緒にマグマダイブ耐性がついてたみたい。私の目には主さんががっつりダメージ受けてたのが見えてたんですけど。幻想だな、ふむ。ということで牙にアワンパン。ジュプトルガリーフブレードを覚えました。お、強力なクサ技を覚えましたね。ポチエナもこのざまである。さあ幹部も倒したことだし、いよいよボスかな。あれ、今のアクア団の人、幹部だったんですか？そうだよ。まあ下っ端と相対さなかったけどね。全く同じ雰囲気の人だったから全然気づきませんでしたよ。ボスも見た感じ変わんなさそうなんだけど、ボス戦の前に王たちを回復しておかねば。てあちち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 。主さん、王たちの体力がどんどん減ってます。え？なんで？さっきは減ってないのに。マグマ耐性は稀に発動するものなのか。なんて天の弱な特性なんだ。実際そういう特性もあるんですよ。ちょ、あんまり暴れてマグマに落ちてもらっても困る。あっちんかした。行くぞー。おっ、やはりボスはちゃんと進化させているみたいね。そこはボスの意地ですね。王たちの乱れ引っかきでどれだけ持っていけるか。さすがのダメージだな。進化系にも大ダメージ与えてくるところ、落ち度が全く見えないね。さあ次はサメ肌。超攻撃型のポケモンですね。反撃が来る前に早急に倒してしまいたいですね。乱れ引っかきでワンパンしてやる。よしまった、電光石火のが良かったなこれ。まあでも大丈夫、ジュプトルのリーフブレードでワンパンしてやる。こっちがワンパンされちゃうの。急所なしでワンパンですか。キノガッサのマッハパンチでワンパンしないと厳しくなりそうですね。よし、次はグライナ。ここもマッハパンチで折り押せばいけるか。しかしグライナの威嚇で攻撃が下がってますからね。油断はできませんよ。よし、攻撃力が落ちても半分持っていけた。これはもらった。よっしゃ、これで奴らの野望は阻止した。隕石も回収。目標達成ですね。しかしこれどうやって帰ればいいんだ。
煙突山の近くに不燃ジムがあるので挑もうとしたんですが、どうもそのジム炎タイプらしくてですね。今のパーティーだと勝ち目がないと。さすがにゴリ押すのは厳しそうだからね。ということで新しい仲間を探しに行こうかね。岩タイプか地面タイプか水タイプがいてくれると嬉しいんだけどな。砂漠には地面タイプのポケモンがわんさかいそうだけど、あいにくゴーグル持ってないからこれより先には行けないんだけどね。水タイプはいたにはいたんだけど、捕まえないんですか。もうちょっと探索したらね、この近接シティに私の求めているポケモンがいるかもしれないからね。ということはヤドンは主さんが求めているポケモンではないんですね。まあそういうことになるかな。私の求めてるポケモン、ついに来た、この子だよこの子。ヌオウですか。イメージ的にはヤドンとあまり変わらないような気がするんですが。よっしゃ早速捕まえよう。前回エアームドを捕獲できなかったからね。今回は意地でも捕まえてやるぞ、ヌオウよ。さすがの物理耐久だね。電光石火で地道に削っていこう。乱れ引っかきだとどうなるか本当に予測がつきませんからね。それはもう前回ので経験済みだからね。この王たちはいい意味でも悪い意味でもやらかし子だからね。まあその分愛嬌があっていいんだけど。ヌオウもそう簡単には捕まらないか。パーティーが全滅する前に捕まえてほしいですね。やったね、割とあっさり捕まってくれた。というわけでステータス確認。貯水は水技を吸収できる強力な特性ですね。地面タイプが入ることで等倍になっちゃうけど、そこをしっかりカバーしてくれてるね。技もいい感じだ、不燃ジムは余裕かなこや。あっても特攻低いから威力はあんま期待できないかも。ということで不燃タウンにやってきました。新山ヌオウを加えてのジム戦、果たして突破できるのでしょうか。何このポケモン、相変わらずのビジュアルである。今回は早速だけどヌオウに頑張ってもらうよ。ジュプトルとキノガッサが苦手とする相手がワンサカいると思うからね。ヤドラン、パーティーに加えれなくてごめんね。さあ行きましょうか。今回のジムもアスレチックっぽい感じになってるみたいね。様々なギミックをクリアしつつトレーナーも倒していくというスタイルですね。さすがに吹きっさらしのジムではなくなったようだね。ここは大ジャンプでしょ。さすがの私でもこのくらいはできます。はい、早速トレーナー発見。そういえば前回のコメントで、このままだと飛行タイプはクガトロピウスに。虫さん、草タイプのジムリーダーでも目指してるんですか、というものがあったけど、決してそうではないということを今回で証明できたね。あ、そっか、ツバメもエアームドも捕まえてないし、飛行枠がどんどん少なくなっちゃってるね。序盤のうちにツバメに遭遇しておけばな。空を飛ぶが使えるようになる暇はキジムまでには飛行枠を決めたいですね。残り2匹、果たして誰になるか。なるほど、ヒノウミか。ジム戦に挑む前に燃え尽きないでくださいよ。触れなきゃ大丈夫大丈夫。あっ、意外と余裕でいけるよこれ。さあ着いた。もうそろそろゴール地点であってもいいんじゃないかって。なんだこや。ノーって書いてありますね。まんまと騙されたってわけか。じゃああっちしかないでしょ。どうやらここで合ってるようだね。サバイバルだったらかなり美味しいけど、どうせなら傷薬とかが良かったですね。サーフ園のジムリーダーさんよ、その熱い魂を見せてくれ。相手の戦法はマグマップ。早速大ダメージ、最初のポケモンは難なく突破できそうですね。日本バレか。気をつけてください、ヒデリチュウは炎タイプの技の威力が跳ね上がります。たとえ半減できるとしても油断できないってわけか。次の相手はコータス。ヒデリチュウは水技の威力が大きく落ちるから、ここも地面タイプを打っていこう。ってなんだこの超絶火力は。オーバーヒートは炎タイプ最強クラスの大技です。ヒデリがプラスされて、恐ろしい火力になっているのでしょう。こんなに早くヌオウが倒されてしまうとは。しかも王たちは道中で火傷を負っているし、火傷直しぐらい持ってくるべきだった。にしてもこのポケモン、硬すぎやしないか。今までのポケモンとは比べ物にならない耐久力だぞ。頼みの王たちも突破されてしまいました。これはまずい。今回は草タイプのポケモンには休んでもらうつもりだったのに。がっつり戦ってもらう羽目になりましたね。
ダメか。特攻下がりまくってんのにまだワンパンしてくるか。シリーズで最も強力な敵だなこりゃ。残るは木の合差ですね。アホみたいに高い物理耐久、なんとか突破してほしいところ。そして耐えろ、オーバーヒート。よしよしよし、まだ勝機はある。一回メガドレインでミリ回復しよう。これでオーバーヒートも耐えれる。よっしゃ、よく耐えてくれた。さあ残るハマグマップだけだ。次の技でワンパンできなければ負けが確定です。このタイミングで新技習得か。すべてをこの技にかけましょう。ここで決めるぞ、キノガッサ。いけー、よっしゃー、やりましたね主さん。いやー本当に今回は負けるかと思ったよ。とにかくキノガッサがかっこよかった。土壇場で新技取得、そしてその技でワンパン。まさにアニメのようなシーンでしたね。こんな鳥肌もんのバトルは初めてだったよ。さあ早くポケ戦に行ってみんなを治療しないと。そしてこの町名物の温泉に入るんだ。お、いいですね。